話す。ダメだ。同じ選択肢しか出てこねえな。危ない。危ない危ない。危ない痛い痛い。どうする。戦うわけにもいかんし。逃げる。それでいいのよ。お部屋に戻りなさい。ダメじゃん。もう戻ってきたの？本当に聞き分けのない子ね。どうする？逃がす。ああ。逃がす。危ない危ない、あぶ、ああぶ、ああぶ、逃がす。逃がす。痛い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 。プリエルは目を合わせようとした。逃がす。何をしているの？何をしているんでしょうか。戦うか逃げるかしなさい。痛い。くっ、何の力を証明するんでしょ。うわ、これしかないかな。戦うつもりがないなら逃げて。危ない。うわ、やめなさい。もう二度とトリエルは殺したくないよ。あんなに切ない思いしたの初めてだったからな、ゲーム。そんな目で、あ、やめて。あ、やだ、あ、痛い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 。逃げなさい。いやだ。いやー、よいしょ。攻撃が緩くなった。わかってるわ。あなたがお家が恋しいのよね。でもお願いだから部屋に戻って、私がちゃんとお世話をする、約束するわ。確かにここは何もないところだけれど、私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。これ以上私を困らせないでちょうだい。お願いだからお部屋に戻って。私本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。トリエルにあなたが死ぬところを見たと言おうとした。しかしさすがに怪しすぎる。戦わず逃げもせずにトリエルとのバトルを避けるには、やっぱりこれを続けるしかないのか。いいの、分かっているわ。一生ここで暮らすなんてあなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもん。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも寂しい気持ちも心配も、あなたのために今は全部忘れましょう。どうしても行くというのなら、私はもう止めません。
でも一度この扉の外に出たら、二度とここへは戻らないこと。どうか分かってちょうだいね。ああ。さようなら、私の大事な子。つらい。前回の回でトリエルを殺してしまったことも知ってるし、この後のさらなんか話の流れの深い部分も分かってるから、トリエルの苦しみがすごくよく分かってるんだ俺。行かなきゃいけないんだ。それでも